25回は立体図形の中から、今回は錐体、24回の中体と今回の錐体はぜひセットでね頭に入れてほしいと思います。さあ例題1なんだけれども、はい、これ名前なんでしょう、なんていうのかな、うん、これ三角錐ね。何でもかんでも四角錐じゃないからね、これ三角錐です。で底面が三角形で、ここが直角なので底辺と高さは8と6ね。というわけで底面が 8×6÷2、 これに ×10 と。でね、いろんな子を見てきてるんですけれども、みんなこれを見て錐体ということは分かるわけよ。あ、錐体だって言って底面かける高さして、錐体って分かってるのに3分の1を忘れるんだよね。絶対3分の1を忘れないようにしてください。かける3分の1、でこれを計算すると、まあ6割で3だからこれで消えるよね。ということで80立方センチメートルですよと。でこれはなんて名前かな、うん、円錐ね、こう頭にかぶるクリスマスの帽子みたいな形ね。でまあ円は半径4なので、半径かける半径かける 3.14 に高さの9をかけて3分の1と。そうするとこれがこことここで約分できるので、まあ、48×3.14 だよね。これ計算すると 150.72 になります。まあ、これはね間違えずにスラスラ解けるようにしてください。さあ続いて例題に、今度は表面積です。この1番ってなんて名前の図形、うん、四角錐だよね。ピラミッドみたいな形ね。でこれはまあさっきと一緒、円錐だよね。で表面積は中体の時にもやったけれども、まあ全部こういう真っ白い四角錐の積み木があってドボンとペンキに入れた時にどこに色がつくかなと。ちょっと聞きたいんだけど、この四角錐って全部で面はいくつあるでしょう。面、これ5面あるよね。底面でしょ、それからこことこことこことここのこの三角形が4つで、全部でこれ5面あるのね。だから5面を全て求めるんだけれども、ただまあ一番下のね底面は 12×12、 そして側面積ね、まあ、展開図いろんな書き方があって、この場合だと、まあ、こんな風に正方形からこんな風にね三角形が花開いてるようにも書けるし、まあ三角形がこんな風につながってて、まあ、この正方形どこにくっついててもいいんだけど、まあいろいろあるんだよ。こうなってて、でこうなってて、こんなのがね、まあいろいろ作れるんだけれども、まあ、この程度の問題だったらみんな展開図書かなくっても、三角形、同じ形の三角形が4つあるなってみんなならわかるよね。ということで、底辺が12で、この場合気をつけなきゃいけないのが、まあ、この問題はねこの三角形の高さしか書いてないんだけど、錐体の高さも書いてあったり、この辺の長さも書いてあるときに、どの高さが何の高さかっていうことを必ず考えてやってください。適当に数字使っちゃダメよ。で、まあ、今の場合はねここのちょうどこの三角形の高さが20と書いてあるから素直に使えばいいんだけれども、12×20÷2、 これが4つありますよということで、これを計算すると、計算した方が早いかな、644、627かな、平方センチメートルになりますよと。そうね、はい。で続いて2番、これは円錐なんだけど、さあ円錐は学習のポイントに書いてあったように、円錐の側面積の公式は覚えてほしいんだよね。でこの場合はまずこの底面が円なので、半径×半径×3.14足す、さあこれ展開図にすると、まあこれ扇形と円になるんだけど、さあ側面積、学習のポイントにも書いたけれど、側面積の公式は
呪文のようにボハンパイという言葉で覚えちゃって、でパイって何かっていうと、実はこれね 3.14 のことなんだよね。今ずっと 3.14 使ってるけど、実は 3.14 のこのめんどくさい計算するのは小学校のうちだけです。で中学校に入って数学になると、もうこの 3.14 のことをね、これパイって言うんだけれども、こんな文字で書くようになります。で、ね、計算しなくて済むようになるのね。えなんか小学生だけ損した気になるけど、損じゃないのよ。計算能力を高めるね、頭を使ってる練習な、使う練習なのでね。で、あの母線×半径 ×3.14 っていう風に、まあ、あの新聞には書いてるんだけれども、呪文のようにボハ、うん、パイ、ボハンパイという風にもう覚えちゃってください。これはね、じゃないと結構大変なのね。あの扇形の中心角を出してどうのこうのどうのこうのってやっていかなきゃいけないので、側面積はボハンパイです。はい、ここが母線だよね。これは高さだからね。はい、母半π、母線×半径というのはこの円錐の底面積の半径です。 12×3.14 と。でこれも当然 3.1 をまとめるので、 12×12+20×12×3.14 で計算すると 1205.76 になります、平方センチメートルね。なので、まあ、円錐の問題はいくつかポイントがあるんだけど、今回はまずこの側面積はボハンパイと、まあ、なんでボハンパイになるかっていうのはずっと学習のポイントでつら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 書いてるんだけれども、まあ、必ずそこをきちっと読んだ上で、ね、これだけ丸暗記するんじゃダメよ。ちゃんとなんでそうなるかっていうのを読んだ上でボハンパイは暗記してください。さあ、例題3は円錐の中心角の問題です。これもね、もうあの学習のポイントで書いたものをちゃんともう納得した上で覚えてほしいんだけど、基本は、中心角の考え方は、まあ、扇形なので、扇形はこう一周が360度の円のうちの何度かって感じじゃない。だからここがまあ何度かっていうのになるんだけれども、でここは中心角ね、中心角って書いた方がいいかな、四角より。で面白いことにこれが母線分の半径になると。母線というのは、ここで半径というのは底面積の半径のことね。なぜそうなるかっていうのはね、学習のポイントに書いてあるので、まあそれ読んでほしいんだけど、まあ、これは知識としてこれも持っておきましょう。でまあ、これを変形してね、中心角は 360×5000 分の半径とか、まあ、この2つがねよく使うかな。で今、まあ、1番は中心角を出したいので、今言っていた、まあ、アレンジをすると、中心角は 360×5000 分の半径と、まあ、これを使うとさっと解けるよね。 360×20 分の8、じゃないよ、8じゃないよ、4ですよ、半径だからね。ということで72度と、 x かね。でこちら2番、今度はここの半径が知りたいと。でこの時はこれを使うんじゃなくって、こっちを使った方が使い勝手がいいので、まあどの問題もどっちでも解けるんだけど、まあ、問題によってね、どっちのが使いやすいかっていうのはたくさんやって自分でね、慣れててほしいと思います。この問題の時は分数だな、この問題の時は中心角 360× だなみたいなね。でこの場合だと、360分の240、ここの360は固定なんでね、でこれと母線分の半径が一緒ですよって話ね。さあここで計算に手こずるかな、どうだろう。この場合はここは0、約分できるよね。36分の24も約分できるね。これ何分の何になるかな、何分の何、これ3分の2ね。12でスパッと約分できたらかっこいいけど、まあ別に2で約分して18分の12で次6で約分しようかなっていろいろやっていってもいいんです、ね、3分の2と15分のほにゃららが一緒なので
まあこれ5倍してるよね。ということでこちらも5倍して y は10センチですよと、こんな風に求められます。さっきの側面積が母半倍と、これは必ず覚えてください。さあ応用問題です。こんな円柱の形をしたバケツがあって、このバケツにこんなコップで水を入れていくと、じゃあ何杯目でこのバケツがいっぱいになりますかっていう問題なんだけれども、でもはい、これなんて名前、うん、これ円錐ね。でこれ円柱、円錐と円柱の知識を使って解くだけなので全然難しくないです。さあまずそれぞれの体積を考えようか。 A は、はい、A は底面がこっちね、上向いてるけどね、これが底面ね。で半径かける半径かける 3.14 かける高さ、はい、何を忘れちゃダメ、3分の1ね、かける3分の1と。で B のバケツの体積はというと、まあ、体積じゃなくてね、厳密には容積って言うんですけども、まあ、そのあたりはね、立体図形の水を使った時にちょっと詳しく説明したいと思います。まあこれどれだけ入るかっていうと、 5×5×3.14×9 なんだよね。でこれもここをそれぞれ計算しちゃダメよ。別に足したり引いたりするわけじゃないけれども、これも 3.14 を残しておくといいことがあります。でこれ約分できるよね、3分の1と、まあ、ここ3を消しておこうか。なので書いちゃおうか、 18×3.14 なのかな。でこちらが 5×5×9×3.14 なので 45×5 の 225×3.14 になるのかな。まあ、本当はねこれも計算せずに残しておく方がいいんだけれども、まあ、ちょっとあえて書いちゃいました。さあ何枚目でと言っているので、これはこれしたらいいよね、わかるかな、これはこれなので、まあ B 割る A なんだけど、こんな風に式が掛け算でずらずらっと並んでる時は分数で処理するのは結構楽です。 B 割る A なので B が分子に、225×3.14、 これをこれでいいね、 A の 18×3.14 で割りますよと、 18×3.14、 そうすると約分できるんだよね。さあ18と225約分できるかな、何で約分できる、これ去年の連算になるんだけれども、倍数判定法っていうのを知っていると、まあ、これ1と8足して9、2と2と5足して9なので、ああこれ9で割れるな、まあ、3でも割れるんだけどっていうのを知ってると結構便利なんだよね、まあ、9で割ると2、9で割ると25ということで2分の25、まあ、12.5 になるんだよね。ただ問題では何倍目でいっぱいになりますかって言ってるので、答えは 12.5 じゃなくって12.5。 さあ12か13かどっちが答えになるかな、何倍目でいっぱいになりますか、考えてみようか。12杯だと、整数だからね、12杯だと 0.5 杯分足りないんだよね。というわけでこれ何倍目でいっぱいになるかというと、13倍目でいっぱいに、12.5 まで出てて、最後 12.5 って書いちゃダメなんだけど、12杯目なのか13杯目なのかちょっとねちゃんと考えてみてください。12杯だといっぱいにはならずにちょっとだ